時は元禄15年12月14日赤穂浪士が吉良邸へと打ち入った。その四十四士のもとに助太刀を志願して長谷参ずる一人の男、その名は槍の名手俵星玄馬。しかし玄馬の助太刀を誇示する大石蔵之介、そこに駆けつけたのは愛弟子杉野十平次。杉野と今生の別れをし、自らは吉良邸への遠兵を防ぐべく立ちはだかることを決める玄馬であった。響子山狩りの日の陣内をしかもそのうちに打ち立つ流れ、
思わずハッと立ち上がり耳を澄まして大砲数え、おお、まさしくは道路氏の討ち入りじゃ。助太刀するはこの時ぞ。もしやその中に昼間別れたあの蕎麦屋がおりわせることが、名前はなんと今ひとた大手は彼が付けたいものと剣と一番に身を固めて、なんとくらの墓場桃出し高く取り上げし、城屋高んで後ろ鉢巻き目のするごとく投げしにかかるは先祖伝来俵壇上を鍛えたる不殺の手合いの右の手に軌道を開けて、一足表に踏み出せば天は言わん血は在在たる白雪を出たが教えたのが